今日はこの聖書の新約聖書の、えー、ルカの福音書の二十章です、えー。では早速ルカの福音書の二十章を見ていきます。<laughs> はい、えー、ルカの福音書の二十章です <laughs>、えー。ルカの福音書の二十章、えー。イエスは宮で、えー、民衆を教え、福音を述べ伝えておられたか、ある日最主立法学者たちが、 長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った何の権威によってこれらのことをしておられるのですかあなたにその権威を授けたのは誰ですかそれを言ってくださいそこで答えて言われた私も一言尋ねますからそれに答えなさいヨハネのバプテスマは天から来たのですか人から出たのですかすると彼らはこう言って互いに論じ合った もし天からといえばそれならなぜ彼を信じなかったかと言うだろうしかしもし人からといえば民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろうユハネを預言者と信じているのだからそこでどちらか知りませんと答えたするとイエスは私も何の経緯によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われたまたイエスは民衆にこのような例えを 話された。ある人がブドウ園を作りそれを農夫たちに貸して長い旅に出たそして季節になったのでブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わしたところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし何も持たせないで送り返したそこで別のしもべを使わしたが彼らはそのしもべも袋叩きにし恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。 彼はさらに3人目のしもべをやったか彼らはこのしもべに,にも傷を負わせて追い出した母道園の主人は言ったどうしたものかよし愛する息子を送ろう彼らもこの子は多分敬ってくれるだろうところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言ったあれは跡取りだあれを殺すではないかそうすれば財産はこちらのものだそして彼を母道園の外に追い出して殺してしまった こうなると武道園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを討ち滅ぼし武道園を他の人たちに与えてしまいます。えー、これを聞いた民衆はそんなことがあってはあ,あってはなりませんと言った。イエスは彼を見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石これが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。 この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕けまたこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。<laughs> 最主張立法学者たちはイエスが自分たちのを指してこの例えを話されたと気づいたのでこのイエスに手をかけて捉えようとしたがやはり民衆を恐れた。さて議会を さて機会を狙っていた彼らは下人を装った患者を送りイエスの言葉を取り上げて相続の試合と権威にイエスを引き渡そうと図ったその患者たちはイエスに質問していった先生私たちはあなたがお話になり教えになることは正しくまたあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。 ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうかかなっていないことでしょうかイエスはそのたくらみを見抜いて彼らに言われた。でなり銀貨を私に見せなさい。えー、これは誰の肖像ですか誰の名ですか彼らはカイザルのものですと言った。すると彼らに言われた。では、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。 彼らは民衆の前でイエスの言葉尻理をつかむことができず、お答えに共担して黙ってしまった。ところが復活があることを否定する里帰り等のある者たちがイエスのところに来て質問して、こう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いてあり、書いています。もしある人の兄が妻をめとって死にしかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄の、 ための子を設けなければな,りますな,なければならないえところが7人兄弟がいました長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました次男も三男もその女をめとり7人とも同じようにしてえ子供を残さずに死にました後でその女も死にましたすると復活の際その女は誰の妻になるでしょうか7人ともその女を妻としたのですかイエスは彼に言われた この世の子らは、めとったり突然するが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのに,するのにふさわしいと認める人たちは、めとることも、嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことがないできないからです。彼らは見つかりのようであり、また復活の子として、神の子供だからです。 それに死人が蘇みがえることについてはモーセも芝の箇所で死をアブラハムの神、イサクの神、ヤクブの神と呼んでこのことを示しました神は死んだ者の神ではありません生きている者の神ですというのは神に対してはみんなが生きているからです立法学者のうちのある者たちが答えて先生立派なお答えですと言った彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった するとイエスは彼に言われたどうして人々はキリストをダビデの子と言うのですかダビデ自身が支援の中でこう言っています主は私の主に言われた私があなたの敵をあなたの足台とする時まで私の右の座についていなさいこういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのにどうしてキリストがダビデの子でしょうまた民衆がみんな耳を固めて 傾きている時にイエスは弟子たちにこう言われた立法学者たちには気をつけなさい彼らは長い衣をまとって歩き回ったり広場で挨拶されたりすることが好きでまた街道の定石や宴会の餃座が好きですまた山目の家を食い潰し見,え見えを飾るために長い祈りをしますこういう人,人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。 えー、感謝いたします。えーえー、ルカの福音書の二0章でした、えー。この聖書を、の言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書をあなたのもとに、えー、マストーの聖書一日一緒でした、えー。このマスターとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、次回のまた。 あ聖書を学ぶお友達を募集してますのでよろしくお願いいたします。えー、次回の聖書1日1章ルカ、えー、の福音書でお会いいたしましょう。マスターとした終了間です。パッションプレスシャロム、シャロム、シャロム。